吉さん、従業員を雇ったことがある。会社を経営したことがある。まあそういうふうな立場に立つと、だいぶ見えてくるものがあるんですけども、あの、堀江貴文さんがね、以前こんなこと言ってたんですよ。社員は金を払ってるのに言うこと聞かねね、確かにそうなんですよ。社員ってね、給料を上げてるのに言うこと聞かないんですよね。何なんでしょうね。こんな身勝手なことが許されるのかなと思いますし。 自分の能力のなさを隠して面接に来るのも解せないですしね、まあ、つまりはその人に雇われようとする人とか人から仕事をもらおうとする人ってほ本当にね依存心高くてあらゆるものを駆逐していくんですよね自分の権利を主張して義務は履行しない要するに予算を達成しないわけですよで時間通りにも来ないしたまには遅刻もするよねみたいなこと言い始めるんですよたまには遅刻するよねってそれ なんか政党の権利のようであって、とんでもないね、あのー、理屈なんですよね。ダメでしょうみたいな感じですね。で、ちょっと揉めるとね、人間は完璧じゃないからとか言って、別に誰も完璧求めにませんと。平均以下のレベルを求めてそれもできてないから指摘したら、人間は完璧じゃないですって、いきなりね、自らのハードルを上げていって、その完璧を追求してる人は誰もいませんよと。でも、あまりでしょうみたいなね。いや、最低限。 これはしないよねってものをやってのけて完璧じゃないからみたいなこと言い始めるんですよね。うん。まあだったらね、あの、人の下につかない方がいいんじゃないかなと思いますけども、うん。まああの、人は金を払っても言うこと聞かないまさにその通りで。だから金を払わないともっと言うこと聞かないですよねで。自分の権利を主張するのは上手なんですよ。どっかからね、便利な言葉を覚えてきて、それを使うんですよ。まさにこの反論や主張も、 脳なんですよね <laughs> で自分で考えていくっていうのは世の中にない概念とか世の中にない言い回しとか世の中にない交渉を自分で作っていく編み出してていくってことなんですよね、まあ、だから、あのー、そういう風うにうートークをね展開させると口がうまいって言われるんですけどもうまくて当たり前でしょうってお前が下手だよみたいな、うん、せめて会話ができるレベルになってから来いとか思うわけなんですけども、うん、思うだけで。 まあ言わなないでですけどね、かわいそうなんでねん四,四方八方を囲むことができちゃうんで,でそうなるとうつ病だとか言い始めるんでねだから逃げ場所が常にあるんですようんでもまあねそうやって縮こまってて済むんだったらいいですけどもやっぱこう会社を抱えてるものは何を言っても売り上げ上がらなかったら畳まないといけないですしそこで自分のミッションは終わってしまいますもんね 金を払っても人は言うこと聞かない。金を払わななければもっとと言うこと聞かない、まあ、だから他者ってのは当てにならないっていうか信用してはならないのかなと思うんですよ。うん、だからねあの、この人のためにだったら身を裂いてあげようっていう人なんてまあいないわけじゃないですか。うん、で本当にいないんですよねいや。そういう人がいるんだったら待ってみたいですけども。でもだからこそ自分はそういう人間になっていきたいなと思うんですよね。あの人間の生きる身とか、なんかね、また、 人間の生きる意味は何ですかみたいなね。うん、それ何か聞いて意味あるんですかみたいなことがあったりとかするんですけどもいやそれを決めていける人間じゃないとなかなか見つからないでしょうね。あこのために自分の命使ってるなとかこのために生きてるなとかいつでも飛び込めるなみたいなね。そんなものが見つかるんだったら生きてる意味っていうのにたどり着けるでしょうけども多分ほとんどの人はそこまではできないんですよね。自分のな身をを投げっってまで眠い身をってままでで眠い 自分の体に夢中ってまで何かのためにやるってことはないんだろうなと思うんですよねでもまあ社員を抱えたり家族を抱えていくと自分の欲望ってのはもう随分遠くに行くわけなんですよその練習を会社経営でさせてもらったかなとで島には会社潰しても結局は他人に戻るだけなんでね、えー、そういうふうなワリドカードってのはあるんですけども、うんまあ、これからね本当に自力でしか自力で生きていくことしか生き延びる道がないとしたら 一体大半の人はどううなっちゃうんでまあなんか何が言いたいかと,いとあのほら堀江高美さんの「人は金を払っても言うこと聞かない」もうその通りですよ。本当にその通りですよね。金を払っても言うこと聞かない。金を払わなくても言うこと聞かない。うんまあ、言うこと聞かせようってのがねなんかそもそもおかしいんですけどね。金を払ったら人が言うこと聞くなんて思い込んで人を雇ってるからおかしかったわけなんですよ。うん、人は、ね、雇わない 雇われないこの元々あった人間の立ち位置に戻ることかなと思います、ね、相田光雄さんいってらっしゃい